どうも、こんばんは、NM です。今回はディスガイア RPG、僕の大好きなゲーム、シリーズ化してるゲームでディスガイアっていうゲームがあるんですけど、そのアプリがね、ついに配信されたんで、いや配信されてたけど、まあ、メンテがねやっと開けて、できる状態になったんで、今回はガシャの方ですね、20連分引ける石が最初に、あるので、そちらの方を引いていこうかなと思います。でまあ開けたといってもですね、まあ、まだまだ混み合ってる状況で、まあ制限の方はかかってるんですけど、入れる人と入れない人がねいるっていう状況なんですけど、まあ僕はたまたま入れてるんで、まあ動画を撮らせてもらってる次第であります。で今回引いていくガシャなんですけど、このプレミアム召喚、星4キャラが手に入るかもしれない、プレミアム召喚と、こちらですね、10連1回限定なんですけど、星4キャラが1体確定で手に入るガシャがあるので、こちらの方をね10連ずつ引いていこうかなと思います。で、提供割合見ていきましょうか。まず、星4の提供割合、パーセント的には 3% ですね。まあ高い方だとは思います。ただ星4キャラかなり多いんで、ディスガイアは1から5まで出て、あとね1のなんか外伝みたいなやつがあったのかな。で僕プレイしているのは 1,2,3 で4の半分ぐらいまで、半分もいってないのか、4分の1ぐらいかな、まではプレイしてるんですけど申し訳ない、その4の残りと5はまだやってないという状況ですね。いつかちょっとやりたいんですけど、フリップで来てた4か5は一応ダウンロードしてるんで、また後でやろうと思います。で、僕はですね1にすごい思い入れがあるので、1の主人公であるラハールをですね、当てていきたいです。絵となってログインボーナスでもらえるのは3かな、星3のやつなんで、まあ絵となとか、風化とか、風化いいですね、風化めっちゃ欲しいですね。これ見れるのかな、見れないか。まあとりあえずラハールが欲しいですね。ラハール、エトナ、フーカ、フロンあたりが欲しいです。はい、まあアクターレもいいですね。アクターレと、ラハールを星3でリセマラで、引きました。ということで、引いていきましょう。まずは確定じゃないこの10連の方からいきましょうか。今日付がちょうど変わって無料召喚がもう一回できるようになったから、ちょっと無料召喚一回やろうかな。これまあ相変わらず今ロード長くてね、この間にも入れなくなる可能性は あるんですけど、まあ案外ね、そのエラーが発生しました OK を何回か繰り返してると入れることは多いですね。それでも入れない人はいるんですけど、あんまやらない方がいいのかな。お、黄色これあるよね、多分この玉の色で。赤でね、さっき星さんが出たと思うんだよね。黄色は金色ってあんまそんな関係ないのかな赤色でね、紫とかなのかな。じゃあ赤色でね、さっき星さんが出たんですよね。金っていうか黄色なのか今の。じゃあ10連の方行きますか。この3人の誰か当たってほしいですね。じゃあ召喚します。ディスガイア1はですね、僕が小学生の時かな、今24歳、もう社会人2年目なんですけど、僕は小学生の時 PSP、プレイステーションポータブバージョン1000をですね、買って、2番目か3番目ぐらいに買ったゲームなんですかね。で、当時、まあ、僕ちっちゃかったんで、そんなストーリーを把握しながらやってなかったような気もするんだけど、もうとにかくキャラクターが個性的でいいっていうのと、ゲームのシステムをですね、とても自分に合ってた。2、3週ぐらいはしたのかな。で、2も衝撃的だったんだよな。あの2人、お待って、金色のとこが、これあれなのかな、なんかあるのかな、これ10連で星さん1体確定とか、そういうのなんだろうか。なるほどなるほど、銀色の床は星2で、このなんて言うんだろう、普通の石みたいな土台は星1なのか。ってことはあと1体星2が出るのとか、金色で何が出るかだな。せいみんなよろしく頼むよ。なるほどね。このキャラ、このキャラどっかで見たっけな。ちょっと星さんせいは、ディスガイア3の記憶もちょっと曖昧なんで、星4は出ませんでしたね。 3% だけど、まあ10円では出ないか。じゃあ、確定の方いきますか。まあこれ石を買ってもいいんですけど、まあメンテ明けまだまだ混み合ってる状況ということで、石は買えないっぽいですね。ショップは閉じられてますね。じゃあ1体確定のリリース記念召喚1回限定引いていこうかな。
いやちょっとロード長かった。待って、これピカピカしてんのはしてたっけ今まで。これが確定演出っぽいのかな、このさ壺の下がさ、あの魔法陣ぐる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 は回ってんのかな、この光のエフェクトが。おっと金が3つ、これでちょっとあれだね、10連星41体確定なんで、床の色見とこうか。金色で星3ね。おこれは、おすごいです。エトナとフロンの演出かわいい。お1匹目なんだよ。何アデルか。なるほどなるほど、これ2の主人公ですね。2も結構やったな。お待って、これまた確定室、マジで。お願いしますよ。なるほど、アルティナ、これは 5? ん 4? キリアがいるやつだよね。ってことは5か。あーこれなるほどね、これなんかいちいちこう確定演出が入るから、この途中でも星4出る可能性はあるってことか。いいな、これ最初の10連バーって出たところで見えるんじゃなくて。で床は虹色なんだね。いやー頼む、来ねえか。ん難しいか、ラスト。なるほどね、ということで、星4確定召喚はアデルとアルティナでした。アデル普通に嬉しいですね。僕2も結構2週か3週ぐらいしたと思うんで。はい、ということで、今回ディスガイア RPG たまたま運よくねログインができたんで、10連紹介の方召喚の方2回させていただきました。これからもですねちょくちょくディスガイア RPG の方動画投稿はしていきます。よかったらチャンネル登録の方、コメント高評価よろしくお願いします。ではね、まあ徐々に徐々に改善されていくっぽいので、皆さんディスガイア RPG、良くなるよう願ってね楽しんでいきましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。